み、ボールとバンスよ矢印翌日ホームラン急増プラス水野の通販統一級が販売停止。あ、対応が早いな。ソフバンオリックスホームラン祭りで草。ロッテ山口のホームランめっちゃ飛んでた。神の一声。また今年も村上が不正を正してしまったか。今までのピッチャーの防御率は詐欺ってこと？察し。違反球目。また村神様の一言で流れが変わったんか。村上あんま好きじゃないけどようやったちょっとだけ好きになるよう頑張るわ。立浪監督も言ってたもんなこれ。昨日までロッテのチーム本塁打4、今日2本。ガチでそこら中でホームランが出まくってて草もうちょっとうまく調整できんのか。極端すぎだわな。この中間くらいのボールでよかった。あかんすよ。あかんすよ聞いちゃったね。てか今度は飛びすぎ感が出てきたな。水野って日本スポーツ界のガンでは。別に水野が反発係数や効力を決めてるわけやないやろ。アホなのは NPB では。前は規定だったけど今は努力目標やしな。 NPB が水野様に強く言えないのが悪い。2013の時もこんな感じよな。ボール変わったのうすうすみんな気づいてて後からバレた。ここまででバンドとか条件が悪い中で打ってた選手たちが一流ってことか。狭い球場ですら出てなかったからこれまで打ててたのは本物と思っていいわ。4月19日に突然 NPB の打者がマッチョ化したらしいな。素晴らしい適応能力。松田スタジアムのボールは変わってないんだが。在庫処分や。そもそもボール少し変えるだけでここまで変わるって欠陥スポーツすぎるだろ。どの競技でもそれは普通だろ。ガチマジ変えた感あるな。サンキュー村上。